最初にデジタル式でねシーケンサー出たのはあの EMS ってね英国のイギリスのありましたね、はい、それからオーバーハムさんになって、うん、でもステップが非常に限られたんですね、そうですね、まあ何十ステップもなかったからね、それをやはりもう増やさないと実用にならないという、ね、でそれやるにはねもう CPU の力を買うのかない、なかったんですね。 MC8 はあの最初の商品ですけども、これはもうおそらくマイクロコンピューターをね使った楽器としては最初の楽器だと思いますね。あれも衝撃的でしたね、値段も衝撃的でしたけどね発想としたらね、あの当時カナダにね住んでたミスター大工っていう人が、ね、あのうちの技術人と、うちはもうあの始めてましたけどね、はい、CPU 使おうということと、その彼のね、あの彼はもうディスクリートでやってましたね、ディスクリートじゃもう商品にならないからですね、じゃあうちのコンピューターの使える技術でやり直そうということで全部やりました。それが MC8 ですね、MC8 ですね、当時としてはですね、あの マイクロコンピューターを使ったその楽器というのは、全然我々の私たちの知ってるところではなかったもんですから、あのどうやって良いかというのは全然わからなかった。で開発の今でこ そのマイコンを使った製品の開発環境といいますか、いろいろプログラムを書いたりするような道具とか入門はいろいろあるんですけれども、当時はまだ何もわからないというか手探り状態でしたから、道具を作ったり、いろんなところから、情報をまあ探してきたりとか、当時の8080という、まあ、8ビットのCPU の出始めですね、でこれを使って、ああいう形のシーケンスは、まるっきりその前例がなかったものですから、形もどうすればいいかよく分からなかったんですけれども、まあいいものを作ったと、まあある意味でその後 そのデジタルシーケンサーの方向性とか、今のコンピューターを使ったシーケンサーの方向性の一つをこう作った製品だと思うんですね。ローランドのデジタルシーケンサーのシリーズにはですね、まあ、その他 CSQ シリーズ、まあ、こんなものもありまして、まあ、これがまあデジタルシーケンサーの原型ともいえるものですけど、これもなかなかあのキーボードをつないで、モノフォニックシーケンスをするのに非常に便利なものでした。